どうも、うぷ主です。今回も前回の続き、ベルニナ急行、乗車の続きをお伝えします。今回もひたすら車窓かい。若干退屈だぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ただいまうぷ主は、スイスサンモリッツからベルニナ急行に乗り、イタリアティラーノに向かっています。湖が変な色しているぜ。綺麗にすっぽり収まるな。岩肌スレスレを走っているかと思えば、絶壁のようなところも走ります。眼下に村が見えてきました。さて、だいぶ山から降りてきました。残る見どころは、360度1回転するオープンループ橋です。1回転。高低差を稼ぐため、ぐるっと一周するように作られた橋です。日本にも似たようなものがあった気がするので、大して珍しくはありませんか。チラチラっと、ループ橋が見えますね。おお、これか。
この映像は、座席のテーブルに置いた、ミラーレスの映像です。この時ウプ主は、車山部の別の窓から撮影してました。それがこちらの映像です。ブレーキ音か。いいぜ。今乗っているのは急行ですが、各駅停車なら、窓を全開にすることが可能です。各駅停車に乗って、のんびり乗車するのもいいですね。なかなか面白い形した線路だぜ。にしても、ブレーキ音がうるさすぎるぜ。車窓ばっかりで、車内を紹介していませんでしたね。一等席の車内はこんな感じ。横三列で超広々だぜ。二等席は人でいっぱいでしたが、一等席はご覧のようにガラガラ。おかげでいい景色を求めて、席の移動がしやすかったです。トイレは新商社対応で、超広々です。
約2時間20分で、イタリア、ティラーノに到着しました。次回は到着からミラノまで、そして夕食の模様をお伝えします。今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。